第一朗読エズラ記私はエズラは夕べの捧げ物の時になってかがめていた身を起こし裂けた衣とマントをつけたままひざまずき我が神主に向かって手を広げ祈り始めた。我が神よ、見舞いに恥じ入るあまり私は顔を上げることができません。私たちの罪悪は積み重なって身の丈を超え、罪過は大きく天にまで達しています。先祖の時代から今日まで私たちは大きな罪過の中にあります。その罪悪のために私たちは王も祭司もこの地の王の支配下に置かれ、剣にかけられ、囚われ人となり、略奪され、辱められてきました。今日ご覧の通りです。ところが今、ほんの少し前から、私たちの神、主の憐れみにより、私たちの幾人かが捕囚を免れて生き残り、あなたの聖なるところに拠り所を得るようにされました。こうして私たちの神は、私たちの目に光を与え、奴隷の身にありながらも、わずかに生きる力を授けてくださいました。まことに私たちは奴隷にされています。しかし、私たちの神は、私たちを奴隷のまま捨て去ることなく、ペルシアの諸王が私たちに対して好意を抱くようにし、生きる力を与えてくださいました。こうして、ユダとエルサレムで私たちの神の神殿を再建し、廃墟を復興し、城壁を得るようにしてくださいました。神の言葉。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。あなたが悪に目を留められるなら、誰が見舞いに立てよう。しかしあなたの許しのために、人はあなたを恐れと飛ぶ。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。イスラエルよ、イスラエルよ、主を待ち望み。主はすべての罪からイスラエルを救われる。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。アレルヤ、アレルヤ。神の国は近づいた。改心して福音を信じなさい。ハレルヤ、ハレルヤ。ルカによる福音。その時イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持っていてはならない。杖も、袋も、パンも、金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったら、そこに留まって、その家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、
彼らへの証として足についた袋を払い落としなさい。十二人は出かけていき、村から村へと巡り歩きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒した。キリストに賛美。God bless you 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように神の御恵みが
伝えられ